宿に着きました。本当はね、OIO さん、 OIO 虹さんに泊まろうかなと思ったんですけど、楽天で予約して、ただですね、 GoTo トラベルも今もうやってないので、コスパを考えたらエルディアさんの方がいいんじゃないかなと思って、エルディアさんに5時頃入ってみて、部屋がもし空いてればエルディアさんに入って、空いてなかったらまた、ビジホとか OIO さん行こうかなと思います。入れたらいいな、緊張しますわ。入れた、よかった。絶対こっちの方が良かったですね。久々に来ましたね、エルディアさん。クーポンでプレジデントルームとロイヤルルームが平日の料金で入れなくなってしまったので、それ以来来なくなったんですけど、もう結局圧倒的にこっちの方がコスパいいですね。7000円前後で朝食晩飯無料で食えて、酒もついて、でウォーターサーバーとかもありますし、アメニティも充実してるし、なんとサウナもありますんで、今日はこちらで楽しんでいきます。やったー。なんか進化してますね、いろいろ。リモコンでだいぶ時間とかもね、前電話で頼んでたんですけど、いろいろリモコンで全て頼めるようになってますわ。あらー、快適の一言につきますわ。晩飯までまだ時間があるんで、一服でもしますかね。サウナも入りたいんですけど、まだそこまで入る気が起きないという感じですわね。普段は絶対に飲まないモカとか飲んじゃったりして、優雅なひとときですね、ほんと。どうもこんにちは。楽しんでしまいましたよ。サウナもお風呂も。気がついたらもう夜なので、ご飯をね頼みましょうかね。ご飯来ました。このレモンサワーとゆず塩ラーメンが無料ですね。たこ焼きは追加で頼みました。これだとね多分足んないんで、まだ追加で頼む予定です。追加で頼んだピザと唐揚げですね。唐揚げがね、最初に来た頃ね、すごくこれ量が多くて美味しかったから頼んでたんですけど、どんどん減ってますね、正直ね。この辺ちょっと残念ですね。ピザも今回は少し小さめな感じがするな、まあ、通い慣れてるんでさすがにね、わかりますね。ではいただきます。味は相変わらず美味しいですね。あとはつまみを食べながらカラオケとかしちゃおうかな。カラオケして映画見て寝ましょうかね。外を眺めていたら、なんか大文字焼きみたいのが見えるんですよね。ホテルのネオンと混ざって分かりづらいんですけど、あれはなんか祭りみたいな感じなのかな。
おはようございます。現在朝6時です。久しぶりだったので思いのほか深夜までこのゼロを楽しんでしまいまして、結構寝不足と二日酔いですね。では準備をして朝ごはんを迎え入れましょう。景色もいいし天気もねいいので朝から気持ちいいですね。朝食でございます。恒例の卵かけご飯、これがうまいんですよ。そして無料です。いただきます。美味しかった。あとはゆっくり準備してもう出発しましょう。いい時間になってきました。眠くなってきちゃったな。では出発しまーす。ゆっくり過ぎた。はい、ホテルチェックアウトしました。いや、ゆっくり過ぎましたね。もう本当に良かったワイルディアさん。これねしばらくまたハマりますよ。ビジホじゃ物足りなくなってしまうかもしれない、このコスパだと。そして今からですね、長野県の蓼科だっけな、蓼科温泉で初めて長野県の温泉に行くんですけれども、おそらく前半の動画が山梨県編がすごく長くなってるんで、また蓼科編は分けてお送りしたいと思っております。URL は概要欄に、説明欄ですね、貼ってありますので、よかったらそちらご覧いただけたら嬉しいです。では一旦失礼します。バイバイ。に向かう途中なんですけど、ちょっとね今ね車のエンジントラブル起きたかもしれないんですよね。マーク出ましたね。で坂道登ったらねガクンってなったんですよね。で車がねもう怖くて怖くてもう気が気じゃないですよ。せめてホテルまで持ってくれ。壊れるならホテルで壊れてくれ。